たった50円で、しかも先付き台紙で買えてしまうんです。ブレッドボードに組むとこんな感じになりました。やった、新しいチップを使えるようになる瞬間はとても興奮しますね。こんにちは、三峰すずです。今回は激安の32ビットマイコンを試してみたいと思います。ここ数年の世界情勢によりマイコンの価格や入手性は激変しましたね。最近は落ち着いたとはいえ、それでも以前よりは高くなってしまったものがほとんどです。そんな中、20ピン、32ビット CPU、フラッシュ 16KB、ラム 2KB のマイコンチップがたった50円で、しかも秋月電子で買えてしまうんです。さらにアルディの環境へも移植が進んでいるということで、これはもう試すしかありません。新しいチップはワクワクしますね。一緒に見ていきましょう。最初にこのマイコンの概要、その後テスト用回路の組み立て、アルディの環境を整えてコードを動かしてみます。使うマイコンは WCH 社製の CH32V003F4T6 です。 CPU は近年話題のリスク5コアで32ビット CPU です。このチップは20ピンのパッケージで、 GPIO は最大18ピンが利用できます。USB コントローラーこそないものの、 SPI、I2C、シリアル通信、ADC などは内蔵しています。アルディのうのぐらいの使い方を想定すると規模感は近いのかもしれません。なお WCH 社のリスク5マイコンは8ピンの CH32V003J4M6、 32ピンの CH32V203K8T6 なども国内で購入できます。メーカーでは多様な品種がラインナップされているので、中国のネット通販を利用すればさらに広い選択肢から選べるようです。まずはテスト用の回路を組み立てます。チップ自体は表面実装用のものなので変換基板を使いましょう。マイコンの最初の回路ですので、やはり L 値か、つまり LED の点灯からやってみましょうか。電源は 3.3V でも 5V でも動きますが、 LED の制限抵抗を省略したので 3.3V レバックケーブルから拝借しましょうか。ここで注意点としては、リセットボタンは用意した方が良いということです。というのはプログラムの書き込み後にチップをリセットしないと実行されないのですが、今のところ自動リセットがないようなので手動でのリセットが頻繁に発生します。プログラムの書き込みには1本だけ SWIO を配線します。ブレッドボードに組むとこんな感じになりました。アルディの IDE でこのチップが利用できるようにしていきましょう。ボードライブラリがすでに公開されているので、これを導入します。 IDE の設定から URL を追加してCH32 と検索してボードライブラリをインストールします。チップへのプログラムの転送は WCH-Link-E という USB 接続のモジュールを使います。これを使えるようにするためにドライバーをインストールし、モードを切り替えておきます。 WCH-Link-Utility というソフトをダウンロードし実行します。初回起動時にドライバーをインストールしようとするので許可します。 UTT が起動したらリスク5チップを取り扱うようにモードを変更します。画面下のここをこのように変更してセットを押します。さて、ようやくコードを変えていきます。今回はこんなコードにしてみました。8つの LED を順番に点灯させていきます。とはいえ、アルディの環境ですので、コード自体は至って普通です。ピン番号の表記を気をつけるくらいでしょうか。お待たせしました。コードを実行です。まず、アルディの ID からプログラムの書き込みをします。Verified OK まで表示されたところで書き込みが完了しています。マイコンを手動でリセットすれば、このように動き始めます。やったー、新しいチップを使えるようになる瞬間はとても興奮しますね。今回
回は激安で魅力的なマイクを触ってみました。とにかく動かすことができたんで、これからどんなものを作ろうかワクワクします。ところで懸念点としては、プログラムの大きさが結構大きくなりがちというところで、ただのサイズ最適化コンパイルだと、空のスケッチでも 10KB くらいを消費します。駆動小数点のサポートを入れると 16KB を余裕で超過してしまいます。ロードライブラリ自体の最適化があまり進んでいなさそうではありますが、使いどころは考える必要がありそうです。でもこういう開発途中の過程を見るのも、新しいものを早く触るからこそ楽しめる体験だと思います。皆さんは最近ワクワクした電子パーツってありますか？ぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこんな電子工作や 3D プリンターを活かした DIY、 またリズムゲームなどの動画や配信をしています。ぜひ高評価、チャンネル登録、またコメントお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。